ブリティッシュメモテック MTX ファミリー。1983年から1984年に発売されたイギリス製ホビーパソコン群である。1983年に登場した世界規格 MSX とほぼ同じアーキテクチャでありながら、全く互換性がなく独自路線を進んだ硬派すぎるホビーパソコンを今回は見ていくことにしよう。メモテック社はもともとシンクレア ZX81 用の拡張メモリや周辺機器を作る会社として1980年頃に設立された会社で、ハードウェアの拡張を得意としたメーカーであった。そんなメモテック社が1983年同社初のオリジナルホビーパソコンを作ることになる。メモテック MTX シリーズ第1弾として MTX500 と MTX51 を発売。基本スペックは CPU に Zilog Z80A4MHz、 ビデオチップにテキサスインストゥルメンツ TMS9918、 サウンドチップはグラフィックチップと同じテキサスインストゥルメンツの PSG 音源SN76489。 メモリは MTX500 が 32KB、 MTX512 が 64KB。 MTX512 はメモリ拡張が可能で最大 512KB まで増やすことができる。しかし CPU の Z80A は最大で 64KB までしか使用することができないため、完全なバンク切り替えにより 16bit 級のメモリを強引に使用する方式が取られたが、これらの技術を使用したソフトウェアは皆無であり、せいぜいラムディスクとして使用するぐらいしかなかった。インターフェースとしてはロムスロットを備えており、さまざまなソフトがロムカートリッジベースで供給された。もちろんゲームなどもいくつか発売されたが、そのほとんどが海外製 MSX ソフトベ対色であった。スペックを見てわかる通り、ほぼ同年に登場した MSX 規格そのまんまであるが、互換性はない。ロムカートリッジの形状は、ヒユンの高性能 8bit 機、BBC マイクロのものに近く、MSX のカートリッジは刺さらない。MTX シリーズは、その筐体の作りが非常によく、パソコンの性能などよりも筐体そのものの出来の良さが最初に語られる。シックなブラックなボディはアルミ製で非常に高級感にあふれている。テンキーまで搭載したフルキーボードはメカニカル式であり、実に心地よい打鍵感を実現。 MSX 規格の低価格パソコンを本気で作ったらこうなった的な異常な高級感である。基
基本 OS は MTX Basic と呼ばれるマイクロソフト Basic のアリュー。その他に CPM が使用可能。他に、ROM カートリッジの携帯で ISO Pascal 言語が供給され、こちらは MTX 史上最大の売り上げを記録した大ヒット商品となった。MTX シリーズは、一部のマニアに大好評を持って迎えられたが、同時期にもっと下のクラスでありながら、Amazon の販路陣も腰を抜かすほどのソフトを供給し、イギリス市場を牛耳ったシンクレア ZX スペクトラムが存在したことから、メーカーが想定したほどのヒットにはならず、残念ながら失敗作の烙印を押されることになってしまった。MTX シリーズが失敗に終わったメモテック社は、翌年の1984年に MTX シリーズ最上位機種 RS128 を発売。基本的に MTX512 と同じであるが、最大メモリ容量が 768KB まで拡大。有効的な使い方がラムディスクぐらいしかない拡張メモリをさらに拡大したことで、宝の持ち腐れ感がさらにアップ。他に今ではすっかり忘れ去られた万能インターフェース RS232 端子が追加された。この RS232 には FDEX システムと呼ばれる拡張ユニットが接続可能で、当時としてはかなり高速な 5.25 インチフロッピーディスクユニットやハードディスクを内蔵した目玉が飛び出るぐらい高価格な周辺機器であった。またカラーグラフィックアダプターが発売され、最大 640×200 の高解像度表示も可能になった。コンセプト的には MSX なのに、本体スペックから周辺機器までガチンコのパソコンという、一体どこのユーザーを狙っているのかさっぱりわからないモデルとなった。あまりにもやりすぎた RS128 は MTX シリーズとともに大爆死。さらにメモテックはこれら MTX ファミリーの失敗を取り返すべく、独自にソビエト連邦と交渉。ソ連の6万4000ある学校にMTX ファミリーを導入しようという身の丈を考えない壮大なプロジェクトを発動。当時ソビエト連邦はアメリカとの冷戦真っ只中で、 MS-DOS を搭載した IBM PC の導入を禁止していた。しかし CPM は禁止事項に入っていなかったことから、 Basic に加えCPM も標準 OS としていた MTX ファミリーは最適と言えた。メモテックはイギリス政府の支援のもとこのプロジェクトを進めたものの、あまりに巨額な契約金をソビエトから吹っかけられたことから、イギリス政府も腰が引け全額の支援を得られず、仕方なくソビエトに対して MTX ファミリーの納入額を前金でよこせと謎の上から目線発言を言ったことから、交渉は決裂。もたもたしてる間に、ヤマハが MSX を売り込み、そちらが導入されることになった。ソ連といえば、MSX と、一部のマニアなら当たり前のような状況はこの時作られることになる。壮大なプロジェクトが大失敗に終わったメモテックは1985年に倒産。メモテックの倒産を受けて、これまでイギリス国内のパソコンメーカーに資金援助をしていたイギリス政府は、恐れをなし全社援助ストップというイギリスパソコン市場を揺るがす大騒動に発展した。しかしメモテックは1986年に懲りずに再起業し、MTX512S2 という単なるマイナーチェンジ機を発売。マニアの話にすら出ない超ドマイナー機となり、消え去ることになった。正直、おとなしく MSX 規格で作っとけば、こんな大騒ぎにならずに済んだのではないかと思うが、当時のイギリスのパーソナルコンピューターは皆、
独自性を求める傾向にあったため、 MSX など作るはずがないので、どのみちメモテックは消え去る運命だっただろう。1980年代のホビーパソコンのお手本のようなスペックをゴリゴリに拡張し、ドーピング付けにしたら、わけのわからない物体になった面白いパソコンであった。